のすごい。撮ってもいいですね。はい、びっくりした。そうですね。え、これは何になるの？あ、ま、どうなんだ？え、びっくりしたんですね。これ建物の裏に牧場がある。はい、あ、牧場があるんですね。あ、それでなんですね。すげえ、かわいい。かわいい。何歳ですか？9歳。9歳。9歳でもこの大人なんですか？大人なんですね。これ、これ。え、あれですか、このイベントとかに出る？イベントとかにも時々は出るんですけど、硬い、すごい。いつもそこの牧場にあのノビの方にもらって、あ、なるほど、あ、なるほど、裏に。よかったら後で人参やりに来てください。あ、本当ですか。人参あの用意してあるので。あ、本当ですか。やっぱ人参が好きなんですね。人参大好きです。これでも草も結構食べるんですね。これめっちゃいいですね。これまさかね、まさかね、馬が見える。いやいや、びっくりした。じゃあ、僕ら出して、はい、よし。はい、はい、そうですね。まさかね、遭遇すると思わなかったですね。マビで馬がね、いるんですね、なんか、なんか、ケンさんがいけん、でけーとか言うけん、なんかなと思ったら、そうですね、目の前にびっくりして馬がおったんですから、馬がね、ね、いるとは。でも、でもあれでももう大人、大人で、ね、うん、はい、そうですね。で、ね、あの子の息子くんはなんかもう今回の水害で亡くなられたみたいで、うん、そうですよね、あの牧場、ね、うん、こんな状態でまだ牧場ちゃんとやってるっていうことね、はい、いうことで、で普段は一般公開もしてて、そうですね、またチェック、なんか人参も用意してるみたいなんで、そうですね、常に、はい、なんでね、皆さんぜひね、あの行ってみてください。僕らも行きましょう。そうですね、僕らも行きましょうね、はい、本当に、はい、牧場ね、馬だけにうまくできてますね、うん、はい、大丈夫ですか？すいません。というわけで、はい、そうですね、後ほどまた、はい、はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。